皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんなね情報を私藤野テイストでお届けしているシャナナ TV がお送りする30分番組です。はい、今日は、オープニングはまた抱っこのお話をさせていただこうと思います。ね、よくま、今までも何度かは出てきているんですけれども、ママがね、こう私あんまり抱っこが好きじゃないんですとか、抱っこを子供からね言われてもなんかスッとできないんですって、やっぱりそれでも抱っこした方がいいんですよねっていうような、まあね、質問とかよく受けるんですよね。でよくやっぱりその私の抱っこセミナーなんかに来られる方だと、やはり抱っこが好きで来るとか、抱っこしてあげたいっていう気持ちで来られる方が多いと、まあ大体多いんですけど、でもそうやってママが考えて、自分はそうじゃないけど、まあ抱っこセミナーに行ってみたいみたいな形、私みたいなのが行ってもいいですか的なのもあるんですけれども、私はもうママがもし抱っこしたくないということであれば、無理にね、そこを無理に抱っこを、それでも抱っこはした方がいいとはお伝えはしていないんですね。っていうのは、まあよく最近私もよくブログとかに書いたりするんですけどもね、まあ、あなたのためを思って抱っこをするわっていうのは本来の抱っこではないし、まあそれで抱っこされたからって言って、おそらくまあお子さん、まあ抱っこ自体はすごい、もうそれこそね、またなんだっけ、ホルモンの話になったりとかすると、触れるだけでもそういういいホルモンが出るので、オキシトシンっていうホルモンが出るので、まあそれでもいいかもしれないんですけれども、でもママの気持ちが抱っこしたくない、今例えば辛いとか体がしんどいとか、今は抱っこするつもり気持ちではないっていう時だったら、それは無理してまで抱っこをする必要はないと思っています。まあ、だからって言ってね、お子さんきっと抱っこしてほしい時だったら、きっとね、いやまだ抱っこして抱っこしてって泣くとは思いますよ。それはね、まあ抱っこしてほしいわけですからね。でも、まあ、そこはお母さんとしては、今は体がしんどいとか、今はちょっとできないからね、横に来てちょっとギュッとしようかとか、まあそういう形で違うその触れ合い、まあ例えばこそね、遊ぶでもいいと思うんですよ。あとはね、こちょこちょする、こしょばす、こちょこちょするっていう、OK、こちょこちょってしながら、なんかそういう遊びに持っていくことでも実は触れるっていうこと、まあおそらくちっちゃいお子さんのねママたちはしょっちゅうそういうこともあると思うんですけれども、それはまあね、抱っこしてって言われたのを、まあ、泣き顔とかをね、いや可愛いとか言いながらでもいいので、そういうこちょこちょ遊びに持っていったりとか、じゃれ合いっていうようなのに持っていくことで、触れる抱っこと同じように触れるっていうことにはなります。でお子さんの場合だったらね、あ、抱っこしてもらえなかったっていうんじゃなくて、あ、一緒に遊んでくれた、ママが遊んでくれた、まあ、抱っこと同じぐらい、きっとお子さんの気持ちっていうのは落ち着くと思います。またやってってきっと来るとは思うんですけどね、まあ、そんな風にママの気持ちをまず大切にしていただければと思います。メインはまたお客様をお呼びしております。では今日もゲストをお呼びして、ね、今日いっぱいお話を伺っていきたいと思います。はい、ゲストをご紹介させていただきますね。はい、よく聞いておりますねメンタルバサラ竹ぽよちゃんこと池田竹人さんです。はい、よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。池田じゃなくて石田。あ、ごめんなさい、私が池田って書いちゃった。もう先に言って竹ぽよちゃんってね、そう、ね、言ってるので、実は名字が全く浮かんでなかったね。石田とかそういうの言われないですか。ナイス、ナイス。だって最初ね、だって肩書きとお名前をってアンケートに書いていただいた時も、はい、もう最初のね、メンタルバサラ竹ぽよちゃんだけでしたからね。はい、で、ケンちゃんがね、それだけでいいの名前は、名前は、私もそっち間違ってるかな。で、そっちはちゃんとコピペしてるので大丈夫だと思います。はい、はいはい、まあ、こんな竹ぽよちゃんを今日は、はい、今週来週と、ね、はい、お話をしていただきたいと思います。はい、私よりもどっちかっていうとケイちゃんの方が、うん、ほんのちょっと、ほんのちょっと、ね、もうめっちゃめっちゃちょっとぐらいと一瞬でした。でも、うん、もう初対面で、はい、こんにちはって言った瞬間にこの人多分オッケーやね。同じ
匂い的な。あのだってその時私もいたんだもんね。そうそう。そうなんですか。ほら、いた。私が後ろにいて。全然知らんかった。そうだね。後ろにいたの、いたの。え、知らんかった。ひどね、そうそうなんです。私はあのあ後ろだったんだ。後ろ、横じゃない。ちょっとほっとした。おそらくキエちゃんの足で私の姿見えなかったんだから。カラーがね、ちょっとね。ね、そうですよね。私、その時もこんな感じ。まあ、え、あれが去年の夏ぐらいかな、ね、ですね。で、その後でちょっとまたお会いする機会があって、まあ、実際私も今日お会いするまで、え、竹坊ちゃんって何してる人的なね、まあ、先にそれをちょっと質問させていただいたんですけど、はいもうまず皆さんにさっき言ったそのよう聞いてくださいねって言ったそのメンタルバサラ、はい、そのあたりちょっとざっくり何者かというところですね。はい、もともとがですねそのメンタルコーチというのがこうベースで始まったんですよね、うん、そのチームフローという、ブロコーチ養成スクールっていうのがあってプロコーチ養成スクール、はい、でそこに並びに行ったのでメンタルコーチとして始まったんですけど、うんまあ、その後、まあ、この後も多分話を展開していくと思うんですけど簡単に言うと、うん、そこからコーチとしてやってんねんけど全然うまくいかなくて、うん、なんかこう僕に合う肩書きないんかなみたいなところを、コピーライターの岡田哲平ちゃんっていうのが友達でそこに出会っていろいろお話をしていく中で、うん、僕のこう個性とかですね、うん、自分のなんか表現方法っていうのがぴったり合うものが探したいっていう時に、うん、パンと言ったのがバサラで、ちょっとバサラ、まずちょっとバサラの意味をちょっと。そうですね。これがそのバサラっていうのはその昔の、歴史の中でいわゆる歌舞伎門って言われてた人たちがいて、でこれが自分たちが一流の武芸とかお所作とか、うん、そういうのを体得してるにもかかわらずあえて道をこう外して自分独自スタイルを貫いたっていう人たちがいたらしいのね。例えば前田慶次とか、はい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 、織田信長とか、はいはい、わー大好きだね。わかるわかる。伊達政宗とか、はいはい、まあまあよく聞くね。そうですね。まあ、ほんまかどうか僕、まあ、正直わかんないですけど、うん、でもそう書いてあるのを見て、うん、めっちゃ好きやなこの考え方、うんうん、うわ好きやこの信念と思って、うん、いやまあ、それをなんか歌舞伎門と呼ばれたのを他の呼び方で麻羅門みたいな呼んでたんでめっちゃかっこいいやんみたいになってそれが僕にピタッとカチッとハマったんで、うん、でそうなってペイちゃんがあじゃあタケちゃんメンタルバサラだよみたいな、うん、あいいねみたいな話になった後にバサラちょっと硬いんで、うん、どないしよう言うとこに、うん、でもタケポイちゃんでいいんじゃないなんでポイを出てきた そうどこから出てきたなんかこう硬いからバサラが、うん、緩い感じにしようみたいな、うん、でバサラポイを本当にインスピレーションらしく意味がないです理由がないからそっか、はい、ここを話すとだいぶこう広げる話とかないんですけどそこで僕がもう定着してまあまあそれこそ竹林ちゃんがそれでいいわってちょっともう一瞬でそれでいくわおそらく嫌やったらってこうなるじゃんまあねまあね一瞬で決まっちゃって、ねはい、そこからもう定着したので最近はもうそこの名前にしてから多分2年以上経ってると思うんですよね、うんはい、そこからもう最近はもう竹ぽよちゃんとか、うん、ぽよちゃんとかそうだね私も実は今回のでその前にメンタルバサラっていうのは知らなかった竹ぽよちゃんやとだから私竹ぽよちゃんっていうのがその肩書きって思ってないから、はい、私は竹ぽよさんっていうのがメッセージで竹ぽよさん今日はお願いしますあそうか肩書きだったんだと思ってから竹ぽよちゃんっていう話だけど一応ビジネスネームなんでしょうね。ねそうですね。はい、まあ現地な的なね。そうですね。現地な的。ねそれでまあそれでこうまあコーチング。そうですね。おで今はじゃコーチングをされてるっていいんですか。一応コーチングもしてる、ねうん。もも、はい、このバサラって決まってからは、うん、コーチングにこだわらなくなって、うん、その僕の中のこう本質クライアントさんとお客様にもやってるんですけど、うん、その自分のノウハウとかスキル、テクニックとかその職業、肩書きではなく、うん、本当にその始めたかった思いって中心にあるよねって例えばビジネス始めるでも、うん、その自分の最初の思いがあったはずなんですよ、うん、なんか過去いろんなことがあったと思ってで今に至って未来をこう
描く流れがあると思うんですけど、うん、そのいきなり道端に怒っちまった野郎みたいなやつじゃないですよね。怒れいやんみたいなんじゃなくて、そこに至る、例えば僕だったらそのある人に出会ってコーチがいいなと思うきっかけがある。でもその前にそのコーチに出会うきっかけがあって、なんかそれがいいと思える自分のなんか環境とか心境とかあって、そのきっかけすらもまたさらに前にあるので、いろんなもんがつながってコーチングがいいと、それを手にした時この未来に描いたのが自分のこう個性とかを最大限発揮する、自立するっていう人をサポートした意につながったので、その人たちの応援ができたら僕はすごい幸せなんですね。っていうことはコーチングじゃなくてもええやんって、コーチングも使うし、例えばカウンセリングもするし、ヒーリングエネルギーワークとかもするし、何でもこう使ってその人を最大限に発揮できるサポートができたらめっちゃいいやんみたいになったんで、マサラはもう何でもいいと、職業俺みたいな、ああ職業俺みたいな、まあめっちゃいいやん、一緒一緒、まあ俺になりなってな、だんだんなってるからな、そうなってるはずなんですよ、僕はそう思ってるので、はい、そこでなんかこだわりがなくなった、コーチングだけではない、はい、だからじゃあ今例えばカウンセリング、カウンセリングある？セリングもそうですし、まあ NLP とかもそうし、まあヒーリング、エネルギーワーク、まあそのビジネスのこともお伝えしてるので、マーケティングもそうですし、あとはもう全て総称して あり方ベースで考えてるので、やり方よりもあり方を大事にしてて、それを武士道っていうのを僕のベースにしててですね、あベースは武士道そうですね、人間本来の道徳心、日本人独自の日本人、やばっそうですね、大根大根も良かった美味しいなとかね、はい、それをベースになんかいろんなことをツールとして活用するだけ、うんうん、ということは、まあ、クライアントさんが高井小路さんに何か相談事があるわってなったら、その人によって、まあ、いろんなことを使って変わる感じですね、その人に合ったやつで、はい、やったりします。でも鑑定とかもなんの誕生日から出すよみたいな、そんな感じで、マヤ鑑定、あーマヤね、はいはい、あ、数秘もするのか、数秘一緒なのよだって、あ五行も一緒なのよだって、なるほど、でも違うもんね、なんかね、なんか違う、なんか違う、私誕生日だから間違ってんじゃねえかって思う、まあいいや、まあいいや、それを置いといて、はい、でそのまあ竹子ちゃんがそのじゃあコーチングに今先生の目の中でコーチングを、まあ、ノウハウとして使うけど、その前に何かがあったはずっていう、その高井ちゃんにとってのその前っていうのは何ですか。そうですね、いろいろありすぎてどっから話してるか、そうですね、ちょっとまあごめんなさいね、あと15分、あと15分ぐらいかな、ね、もうあ15分もないぐらいよ、すごくかいつまんで言いましょう、はい、まあいろいろ小学校の時にこう親との確執があって、大人がすぐ苦手っていうか嫌いになっちゃって信じられない、を経て、まあ簡単に言ったらヤンキーになるのか引きこもりになるのかみたいなルートで言ったらヤンキーを選んだんですよ。まずヤンキールートヤンキールートね、はい、それでちょっと暴走族様みたいなこうブンブンしちゃうみたいなことをやっちゃって、えそれは何どのあたりでやられたんですか。中2、中3、中2で暴走族って早くない。最初なんか原付ですよ、最初は乗れないじゃん、だってもう乗っちゃダメですね、乗っちゃダメです時効かな、大丈夫かな、大丈夫そういうのがあって、高2までそういう悪さみたいなことにこう走っちゃったんですよ。でなんか認められたかったんで、それをなんかずっとこう認められないのを社会にこうなんかなんていうんですかね、自分の表現をわーって出してたみたいな感じだったと思うんですけど、それを経てなんか途中でもなんかつまんなくなっちゃったんですよね、急になんかそういうのもなんかそういう場所でどんだけやっても満たされないし、今度逆にストンって落ちちゃったんで、そこから、高校頑張って先生からいろいろ教えてもらって、いろんなこう助けがあって卒業ができて、でなんとかこう就職しようという時に就職先、まあ内申点が悪すぎたんで、はい、残念ながらとりあえずバイトしなきゃって、で大学行く頭もなかったんで、で行ってラーメン屋に住んだんですよ。でラーメン屋でも認められない、ご飯もガンガン頑張って焼き飯作って餃子を焼いてですね、ラーメン粉作って振ってですね、やりまくった先に認められて、店長ランクアップみたいな。それがいくつぐらい。20歳です。20歳で店長だ、だいぶね、すごいね、もう嬉しかったですね、役職もらって、その時認められたと思いますし、もう一生懸命頑張ろうと思って、1日17
当な時間を考えて、ね、休みながら頑張って、まあ、それもまた本当はね労働時間本当に、ね、またですね色々そういうことが、ね、はい、でそれをやってたんですけど、あの急に電話がかかってですね、うん、1年半後に頑張ってきたのにもかかわらずちょっと会社倒産したかな一会社が、はい、倒産を一本の電話で知らされた、はい、簡単に言われて、うん、はいみたいな、もう仕込みも済んだのみたいな、もうなんか明日の営業もねもう終わったんですよね、終わってはぁみたいな、ネジ検査終わってよっしゃ明日も頑張るかみたいな、本当に金をね勘定して、うん、今日も頑張ったなみたいな、これを売り上げでみたいな、うん、これは何々でみたいなのを分けて本当に一息ついた時に電話があったんですよ、専務からですよ、倒産したからはぁみたいな、いやいやいや、笑えないよね、本当はね、いやその時はね、もうパニックってですね、そしたらトラック起こしたから、でそれでその1回2回ぐらいお会いしたことがある従業員さん出会って、どういうことなんですかって言ったら、もう社長が逃げて、実はあの別の、まあ、事業部があって、うん、他の事業部が実は赤字だったなって、で終了みたいな、もう終了みたいな、もう当時僕店長ですから、これからずっとやっていくつもりでしたから、エスティマかかってたんですよ、エスティマね、車をね、はい、ローンを結構いいね、お値段、お値段、はい、お値段、エスティマさん、ね、ね、いやもうどうしようと、どうしようと、ずっともう仕事はなくなった、うん、それでちょっと転換して、たまたま入ったバイト先が工場で、うん、働く時間はぐっと下がって、給料はなぜか上がって、4勤2休で2日間も休みが4働き2休み4働き2休そこからもう空いてる時間お金はあるっていうことで、もうとにかく好きなことやろうと思ってやり始めたらスノーボード、スノーボード、はい、ここら辺はちょっと長くなるので簡単に言うとプロを本当に目指したくなるんですよ、ね、そうです、ね、すごいよね、どこ行ってたんですか、カナダ、カナダまでちゃんとね、ハーフパイプ、そうね、あのね、あの冬季のオリンピック見たらね、日本人もさ結構頑張ってますよね、初の銅、あ、そうそう、この間ね、銅でやってたんですけど、その種目を頑張ってプロになる手前まで行ったんですけど、怪我しちゃって、この膝をこう全部悪くして、あの医者に言われたらちょっと全然生命難しいかもしれないみたいに言われたんで、引きこもってですね、引きこもって、そこから引きこもった最初はね、ブンブンブンを選んだけど引きこもってった、そう夢がなくなったですね、引きこもりルート、引きこもりルートに入り、もう生きてるみたいなないってちょっと自殺ミスしながら、そんな感じで自分の生きる場所がなくなったので、もう周りから助けてもらってなんとか社会復帰したんですけど、ずーっと何かこう自分ではもうないんかなみたいな、飲食じゃないとでその後もう無理やと、なんやねんみたいな、俺の生きる道はなんやみたいな、ずっと探していて、こう出会ったのがあの僕の唯一のセットっていう、セット1っていうのがいて、で彼が先にそれをやったんですね、コーチングで、あれみたいな、彼が12年ぐらいこう友達なので、うん、そのなんか引きこもってたり、その彼自身もこう人見知りだったりみたいな時代も知ってるので、で今こういろいろ活躍されてますけど、なんか急にそんなことやってるからあれみたいな、あれ介護じゃなかったっけみたいな、あ、そうか、そうか、はい、そっからなんかすごい興味持って、ちゃんとこでもなるって思って、それがチームフローっていうプログラムです、コーチに行くきっかけで、コーチでその夢を応援するっていうのを、あ、めっちゃやりたいと思って、夢を応援するっていうのは、じゃあそのコーチングに行った先でそういうことができ、コーチングでできるんだっていうのが分かって、そうだ、それをもうすごい感じたんで、でその社長というか代表の平本明夫さんって方がいらっしゃるんですけど、その方がもともと金メダルオリンピックのコーチされたので、はいはい、そういうの僕の中でつながって、僕もオリンピック目指したんですし、そうだそうだ、だったら僕は今度はコーチとして一緒に目指すってことができるんじゃないかっていうのがグッと湧いたんですよ、選手じゃないけど、メインじゃないけど、サポーターとして同じような風景を描くことができるんじゃないかみたいな、それはすごいワクワクしたんですよね、そこでこう決めたってことです、メンタルって、もうほんといろいろ今まであって、つながってつながって今選ぶしかないみたいな、決めましたね、そうだからね、ここでね、またねこの話をし始めると今度奥さんの話が出てきて、また、ね、奥さんとの出会いがねとんでもない、もう私からすればよ、この平凡平凡に生きてきた私からすればえっていう、ね、でもね、あとね、もうその何分かでは話さない、話せないと思うので、これはまた次週ってことなんだけども、早く起こしてもらってね、でもそういうなんかその、まあ、
リンピックっていうのが、まあ、さっき、ね、ちょっと名前が出た瀬戸さんも実はその、ね、オリンピックがきっかけで、そのね、ところっていうのはやっぱその代表の方がやっぱりそういうところですね。全員がそうだとは思わないですけど、参加される方もね、うんうん、でもやっぱり反応する部分はあると思いますし、うん、アスリートに対しての募集もだいぶこう普及してじわじわ伸びてるので、まあまあ、 あの言える範囲でいいんですけど、はい、もしかして竹ぼよさんの、あ、さんやね、竹ぼよさんの肩書き間違っちゃったけど竹ぼよさんのクライアントさんにももしかしてそういう方がいらっしゃる、アドリンピック強化選手一人いらっしゃって、うん、今応援させていただいて、ね、今度リオオリンピックなので、うん、ちょっとどうなるかわかんないですけど、うん、このままちょっと流れとしてあるのかな。うわー、楽しみね、うん、ね、やっぱ自分がそうやって応援したいと思って応援する、そのためにね、コーチングやって、またそのすごい、そのオリンピックに出たりね、一緒にオリンピックという世界ね、そう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 、いいないいな、ケイちゃんのいいな出ましたね、うん、もう本当にもう、でもそのコーチング始めたのは何年なんですか。おそらくもうちょっとで今度の6月5年になるんですよ、うん、今年の6月で、うん、そのスクール自体学び終えて活動し始めましたってなると、うん、丸5年になると思うので、うん、独立とかはまだなんですけど、ね、活動し始めたら5年ですね。独立ってなると、独立は多分1年半前だ。あ、1年半前、はい、あのそれまでバイトしました、ね、あそういうことか、そういうことか、バイトと、まあ、一緒に併用してやってたって、ダブルワークで、ね、一応奥さんもいらっしゃるのでね、なんでチラリチラリとそのあたりも出しながらあえて話さないいや何でも聞いていいって言ったからね、全然 OK です。 もしかしたら途中でビーって言うかもしれないそれはないですよ、それはないですよ、ないですよ、ないっていうのはちょっと全然ないですよ、フルオープンですから、フルオープン全然 OK ですよ、ね、でも、はい、そうだから、そうやってたった1年半とかで、まあ、こうなったっていうことは、だから今までそのコーチングとかで人をそうやって助ける、うん、プラスやっぱビジネスのね、っていうのもやっぱりきっと、でもお店の店長さんとかやってたから、そういうのもあるんじゃないですか、経験としてね。そうか、それもやっぱたけてるたけとさんだけたけてるいや漢字が分かんないからね、どんだけのかなってちょっと思ったから、健康の人って書いてたけと、あ、たけてですまあ漢字で言うとね、漢字で言うとねでもそういうところもやっぱりできるっていうのが、なんかほらやっぱり コーチでもすごいこう話すと、すごいコーチとしてすごい方だなと思うけど、なかなかほらそういうのもうまくいかなかったりとかっていう方もね、でも実際最初はそうだったんですね。全然ダメでしょ、全然ですかほんまにチラッと言ってたんですけど、ほんまに最初の1年あのクランさん頑張るわけですけど、クランさんできたのが一番最初の人、もうなんかわからなすぎてビビっちゃって、やりたいんですけどって言われた時に1000円ですえ、1000円ですかみたいな、ね、そんなね、竹ぼよちゃんがこうやって1年半ですごいことになってるよりは、またあの来週そのあたりも何を使ってこうなったか的なのも、はい、もうちょっと聞きたいし、なんならあのお子さん時代の話もちょっと聞きたいなと思って、はい、います。あの竹ぼよちゃんに興味のある方はぜひメンタルバサラリザストで検索をしていただくと、あのリザストのページに当たるということなんですね、はい、短い、短い、ほんと今週短かったんですけど、はい、もう今週これで、はい、はい、また来週も深い話をね、来週もまたよろしくお願いします。うまいっすね。いやらしいよ。こんなんしないの。
ね、まず今日はレッドタイプ、どんな人かっていうと、はい、イケイケどんどんなタイプです。え、ケイちゃんはレッドなの？違うよね、違う、実は違うのよね、実は違うの、まあ、またそれもおいおい出てくる、おいおいね、まあ、おらんときにそれはあれ見るしかないですけど、そう見てください、まあ、でね、レッドの人はイケイケどんどんです。今までカラーの話をしてるともうイメージつくと思うんですけど、じゃあもうとにかく行動あるのみの人が何をすれば一番簡単にできる可愛がられアクションは、誰よりも早く先に挨拶をする。おはようとか、そうです、おはようとかです。で、レッドの人ってリーダー気質なんですよ、うんうん、だから、はいはい、相手から挨拶されて当然とか結構ちょっと思いがちやったりするところがないかな、上目線なんだ、うん、なんですよ、で、立場も上に行く人が多いと思うんですけど、じゃあ可愛がられるって何かというと、常に機嫌がいい状態でいてるから可愛がられたりするんですね。なるほどね。でね、挨拶をしてこなかったら挨拶ないかい、自分が不機嫌になる、そう、ちってなった瞬間周りを不機嫌に巻き込みます。可愛がられません、はい、っていうことは、さっきにおはよう、いかさんおはようございます、チャケポーちゃんおはようって言ったら、例えば嫌いな人に言うおはようございますって言ったら、もし勝ったってね、機嫌が良くなるじゃないですか。なるほど、いかに自分機嫌を良くしていくかっていうので、誰よりも先に笑顔で挨拶をして勝つっていう。レッドの人は勝つことに快感を覚えるし、あの機嫌が良くなっていくので、どんどんこう可愛がられるし、下の人には慕われるという可愛がられ方で、みんなを引っ張っていくよっていうのがで、才能を発揮していかれるので、当たり前のことのようですが、誰よりも先に挨拶をする。でもなんかほら、会社とかでもやっぱりその社長みたいなのがふんぞり返っておはようって言われるのを待ってる、そうそう、できないよりはなんか社長からおはようとかって言っていってるところの方がなんか活気はありそうですよね。ありがとうございますってね、そういうところです。そう、わすげえ、なるほど。これをちょっと来週から色別で可愛がられアクション、こだしこだしにしていきます、はね、ぜひぜひママラフを見ていただければと思いますね。ママラフの、Facebook ページカタカナでママラフで検索をしていただきましたら、はい、Facebook ページが、ヒットしますので、ぜひそちらにも来ていただければと思います。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。